こんにちは。ファイブスター子どもスクールの阿部です。本日の子育てのヒントは親が家庭で行う3つの役割ですね。まあ、1つは母性つまり優しさあ励ます。まあ、マザーテレサのようなあ環境ですよね。じゃああと2つ実はあるんですよ。これは。 交流分析っていう心理学をね学んでいく中で必ず出てくることですし、まあ、いろんな教育者の人に僕も聞きました僕自身もそう思ってるんですけど一つは母性あと二つなんですよね逆に今の家庭ってそこがバランスこの3つのバランスが取れてないからやっぱり子どもたち苦しくなってしまったり親も苦しくなってくるんですね。ななぜそううるかっていうと 昔は、それこそ僕が子供よりもうちょっと前ぐらいっていうのは、各家族じゃなかったんで、おじいちゃん、おばあちゃん、一緒に住んでたんです。つまり、親が厳しくても、おじいちゃん、おばあちゃん、逃げ場があったんですよね。いつもお菓子買ってくれる、甘やかしてくれる、何でも OK って言ってくれる、そういう OK って言われるこう安心・安全領域があったわけですよ。でも今は、やっぱそれなかなかおじいちゃん、おばあちゃんの住んでる方って限られるんで、どっちかというと親御さんは厳しくが多くなってくる。 じゃあ、今日の、ね、3つのポイントなんですけ1つが母性、もう1個は不性です。やっぱり厳しさってのは大事なんですね。こういうことが大事だし、こういうことがルールだし、こういうことが生きていく上で大事なんだっていうことをね、人として大事な部分を教える、不性の厳しさ大事です。で、ね、実はね、3つ目意外に知らないと思うんですけど、3つ目は、子供性って言われます。つまり、楽しさなんですよ。楽しさ。 みんなでゲームをやって盛り上がったりとか、どっか遊びに行って、もう楽しい経験をたくさんする。もう家の中でアミューズメント、パークとは言わないんですけど、エンターテイメントになるような、子供性、子供が楽しく力がね、出せる場所っていうのが大事です。で、いい教育者とか、上手い教育者って、これを一人で三役、うまくやります。でもやっぱね、それできない。僕もどっちかっていうと、苦手。全部はできないです。僕が一番苦手な実は不正の部分なんですけど。 だからそれが難しければご両親でうまく話し合えばいいんですよね。あとは他の家族と関わることによってとかおじいちゃんおばあちゃんになるべく行くことによってあのその母性の部分というか優しさの部分はしっかりやっていこう。だこの3つをどう充実させるか自分が得意なところ旦那さんが得意なところ多分あると思うんですよ。そこをうまくやっていくといいですね。母性、不性子供性うまくバランスとってください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。